ザディー・ヨンはニュージーランドのロックバンド。1997年に結成され、2006年に解散。1997年、幼い頃から顔見知りであったリオンとジミーを中心にオークランドで結成。以降、オークランドを中心にライブ活動を行い、1999年にニュージーランドのレーベルフライングナンレコードから EP ザディー・ヨンでデビュー。 2000年に2名のメンバーが脱退し、ベースのボーンとドラムのビーバーが加入。同年に自費でツアーを開催し、ギターウルフのニュージーランドツアーに前座バンドとして出演。これをきっかけに、同年7月から8月にかけて、日本の東京と横浜でギターウルフ等のバンドの前座を務め、初の海外公演を行う。2001年、デビューアルバム620を ニュージーランド、オーストラリアで発売。同アルバムでは、進行のある、ギターウルフの楽曲、インベーダーエースがカバーされている。2002年1月に、ビッグ、デイアウト、3月にサウス・バイ・サウス・ウエストに出演。その後、グラストンベリー・フェスティバル、レディング・フェスティバル、リーズ・フェスティバルに出演し、ヨーロッパ、アメリカツアーを行う。 ヨーロッパツアー中にクリエーションレコーズの設立者であるアラン・マッキーの目に留まり2002年にイギリスのインフェクシャスレコードからデビュー2003年にはアメリカのハリウッドレコードと契約しシックス・トゥエンティを発売また約4ヶ月にわたりアメリカカナダでツアーを行い前年に引き続きサウスバイサウスウエストに出演同年4月にはシックス・トゥエンティの日本版を ソニーミュージックエンタテインメントから発売し、5月に2度目の日本ツアーを行う。日本では音楽番組ファクトリーにも出演し、7月25日にはフジロックフェスティバルに出演。2005年3月アルバムアウトオブマイヘッドを発売。同作品は一発取りで録音され、10日間で録音を終えた。日本語詞の楽曲、 酒ボムが収録されており、歌詞の翻訳は日本人の友人が手がけた。同年4月2日、渋谷アックスで開催されたイベントバンドスタンドボリューム2に出演。2006年に解散。ありがとうございます。